利用し、すでに多くの外国人材が活躍しています。大手メーカーから請け負って衣類を製造する横手市の日紡産業です。従業員130人のうち26人が外国人労働者。日本の技術や知識を伝え、母国の経済発展につなげることを目的に外国人を研修生として受け入れる技能実習制度を利用して働いています。幾度となく助けられています。リーマンショック、あの時は非常にやっぱり厳しかったので、仕事がなくなってしまって、まあ、そういう時にでも、まあ、彼女たちは一生懸命支えてくれたし、非常にこう真剣に仕事に向き合ってくれて、そういう部分では非常に救われていますね。一定の手応えを感じているものの、現行の技能実習制度は、負担金や複雑な手続きなど、企業側の負担が大きく、受け入れに二の足を踏んでしまうのも現実です。また、法制度は、新たな在留資格の導入が想定されている業種に含まれておらず、業界から見直しを望む声が上がっています。出国してくる人たちの国が経済発展してくれば、それはもう叶わなくなるわけですから、まあ、今、まだ日本に来たいっていう人がいるうちは、やっぱりもうちょっと制度を簡素化して、どんどん受け入れてやるべきじゃないかなと思うんですけどね。そういう働きかけもしていきたいなとは思ってますけどね。My family, for their needs, and I want to experience the living here in Japan, given a chance. 新たな在留資格が導入される見込みなのか。